世界で活躍している EV メーカーホームをご紹介したいと思います。どうもこんにちは。こんにちは。こちらが、まあ、送迎のリレー一番メインでありました水に浮く車になっております。こちらのタイヤのスポークの部分、まあ、この部分ですね、がちょっと斜めに入っておりまして、前に回ると中に水をかき入れて後ろに出すような形になっているので、まあ、わずかですけれども推進力として使えるという。これ電池を積んでいて、はい、で水っていうと、はい、感電するんじゃないかって皆さん心配するじゃないですか。そうです、ね、どういうようにその感電を防止してるんですか。まあ、ドアをきっちり閉めていただくと中がちょうどバスタブみたいな形で密閉構造になっているので、まあ、普通の車ですと隙間がいっぱいあって水が入ってきちゃうんですけれども、水が入ってこないような作りになっています。こういうその災害をベースにこういうリーズがあるんじゃないかということで、こういう新しいモビリティを作っていくこともこうやっぱりスタートアップならではだと思うんですよね。こういう会社はやっぱ応援したくなりますよね。